どうも、いちょうです。今回はシリハピ回していこうと思います。12までね、回して、今現在5まで解放されてますが、とりあえず6まで、回しておきたいと思います。5以降はね、また別な機会に撮影していこうと思います。はい、じゃあ行こうか。11ですね。ここはシャントと覚醒持ってます。はい、まあかぶりじゃなければ何でもいいですね、ここはね。はい、行きます。せーの、よいしょ。ここでかぶりはやめてねっていう、せっかく覚醒引いてもまたかぶりかいみたいな、ちょっとやめてくれよと。くそー、虹か。スキップします。なんか使いそうなやつ、これプリッシュかな。はい、持ってるような、あ違う、ニューだね。プリッシュバースト、あーこれ前のアカウントで持ってたやつかな。はい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 、まあ新規だからよしとしましょうかね。まあよくね、見てる他の配信者さんで、DJ ソアライズさんっていう方がミラボ引き寄せの術っていうのを使ってたのでね、はい、僕もミラボなんとか引き寄せたいなと思いますし、あと誰だったっけ、ヤブサメさんっていう方だよね。あの方すごい覚醒引きまくってる、ごっそり持ってっちゃってるからね、そこに僕も続いていければいいなと思ってますけど、いきます。せーの、よいしょ。ティーダかユーナの覚醒が欲しい。ティーダは全然必殺持ってなくて、アニワレンズで交換してきたバーストぐらいしかないからね。うわー、また虹だ、マジか。スキップ、あーユーナバーストですねこれね。違うんだよな、なんか違うんだよな。まあまあまあしょうがないですね。まあでもこれ回復以外でもバフもついてるから、まあ使えるっちゃ使えるんだけど、まあどうかなって感じですよね。超絶はアニマレンズで交換してきたんで、そっちメインで使うかなっていう感じですけど、まあしょうがないですねこればっかりはね。はい、じゃあ次9、ジタンが全然必殺持ってないので、ジタン欲しいところ。今のところこの星6が 10%、 星5が 4%、 こっちの方を 4% の方をね引き続けてるので、なんとかもう一回ミラボね流れを作りたい。いきます、せーの、よいしょ。お願いします。ミラボ引き寄せの術、どうだ。あ、ミラボが来たね。オッケーオッケー。はい、じゃあスキップします。はい、わからない、誰だろう、誰、ビビだ、オーバーフロー奥義。あー、ビビは覚醒持ってないんですが、超絶、なんとね、アビリティダブルの超絶と戦技、重式戦技持ってるんで、まあこれでオーバーフロー奥義が手に入ったから、そこそこまあ戦えるかなって感じですね。まあ属性強化もついてるし、ありがたいっちゃありがたい。オバフローギーは絶対持ってて損はないから、まあ、まあ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 って感じですね。ありがたいですね。はい。まあ覚醒引けないですね。とはいえやっぱり覚醒が欲しいっていう感じ。で、確かね、7、8が、そうそうそう、シンクロ入ってるんだよね。いやー、ここ行ければいいなーと思うけど、まあ厳しいでしょうね。はい、まあとりあえずミラボね、来てくれよっていう感じで回したいと思います。いきます、せーの、よいしょ。お願いします、ミラボでお願い。まずはミラボ、よいしょ、ミラボは来た、オッケー。はい、じゃあスキップいきます。はい、あれ、はい、なんか似たようなもんばっか来んな。でも新規かなこれ、多分新規だね。お、覚醒きた。はい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 、ありがたい。地属性の方だ。リノアは氷の
なんだったっけ、覚醒も持ってるので、いやー両方いけるなこれ、地属性も氷も。まあダークオーディンはもう氷も地属性もね倒しちゃったんだけど、これまたあの星6魔石とかでいけるんじゃないかな、どうかな。地属性アビリティ使用回数無限、地属性アビリティブースト、はいはいはい、オッケー、ありがたいっす。やったー、あざっす。まあシンクロ引けなかったけど覚醒引けたから、まあよしとしましょう。セブンもあるよね。そうだよね、欲しいねシンクロね。まだ僕シンクロ一つも持ってないからね、ここでシンクロデビューしたいところなんですが、いきます、せーの、よいしょ。お願いします。よいしょ、ミラボは来たよと。はい、じゃあスキップします。はい、スキップ。あれ、うまくいかないな、いった。あー、これザックスの覚醒とかだったっけ、違ったっけ、ダッチ全然違った。おー、来た、全然違ったけど、クラウドのオーバーフローギー、これ欲しかったんですよ。はいはい、これあのね、はい、欲しかったのよ。クラウド覚醒もあって、オーバーフローもあって、強切りもあって、って なるからね。この流れでもオーバーフロー欲しかったんだけど、これはちょっとありがたいぞ。まあ、戦技がね、持ってないから、戦技さえあと持ってれば、星6魔石ちょっと、いけるかなっていう感じだけど、いやー、これはありがたい。よし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 。まあ、いい流れだと思います。はい。あと、こっちじゃない。シンクロ。どうしてもね、こっち回したくなるのよね。ティナのこのシンクロ。これでもね、ちょっと、ぐっとこらえて、はい、こっち行きます。ここはシンクロ入ってないんだけど、まあ、ティナの覚醒欲しいですね。はい、もうなんだろう。炎じゃなくてもいい。風覚醒でもいいから、とにかくティナの覚醒をまず一つ持っておきたいっていうのがありますね。はい。いきます、せーの、よいしょ。お願いします。どうかな、ミラボ、まずミラボ、ミラボなしだー、くそー。いやー、 10% と 4% だけど結構 4% 引くなー、くそー。はい、スキップします。これはなんだっけ、見たことあるような、どうだったっけかな。あれ、ちょっとロードが長いぞ。一応ニューだね。ああ、シャドウのマテリア。ああ、開幕マトイか。まあ、ありがたいっちゃありがたいっすね。やっぱ星6魔石挑んで思ったんですけど、開幕マトイがね、ある内で全然ちょっと違ってくるので、まあ、シャドウ使うかどうかってのはわからないけど、でも、開幕マトイ持ってて損はない。絶対損はないっていう、はい、感じですね。はい、どうしようかな、5、いやー、5も回しちゃおうか。いや、あのね、カウントダウン、なんだっけ、カウントダウンラッキー装備召喚が、来るじゃないですか、このシリハピ終わったら。そのために、まあ、50個は残しておきたいなっていう感じなんですよね。まあ、3段全部回したいっていうのはあるんですが、はい、覚醒と戦技だっけは回したいなと思ってるんですよね。やっぱ星6魔石挑むにあたって、どうしても戦技がね必要になってくるので、そこ回したい。お、本当はオーバーフローギーも回したいんですけど、まあクラウドも今ちょっと手に入ったし、まあスルーしてもいいのかなっていうね感じなんですけど、どうしようかな。41個でしょう、残り4日ぐらいで50個到達できるかな、ちょっとわからんね。ここもね、バッツ覚醒とか欲しいよね。あのバッツはまとい覚醒じゃないけど、まあ別の手段でまとえるんで、まあ欲しいところ、持っておきたいアイテムではある。まあせっかくだから回そうかね、回そうか。
はい、じゃあ予定変更して5まで回していきたいと思います。いきます、せーの、よいしょ。はい、どうでしょうか。ミラボは来たね、オッケー。はい、スキップいきます。どうだ、よいしょ。これは見たことないな。あ、違う、かぶりだわ。かぶりですね。あ、でもこれ持ってたんだね、レナのプロテスシェルヘイスと、あー、タイクーンガード。まあこれ、このパターンいいですよね、プロシェルヘイスと。僕持ってないなって思ってたんだけど、持ってたんだわね、これね。とはいえ、レナこれしかなかったかな。あと超必殺で全なんか全体回復みたいなやつ一個持ってたぐらいなんで、まあ超絶とか交換してきてもいいのかなっていう気はしますけど、まあまた後々考えましょうか。いやでも被っちゃったねこれね。価値、これは結構価値あるものだと思うけど、まあ被っちゃったらちょっとどうにもって感じだよね。はい、まあちょっとかぶりとか、今回かぶりとか虹とかね、虹玉とかちょっと多かったかなっていう気はしますけど、まあそれでも覚醒1個取れたので、まあね、贅沢言ってられないですよね。新規であの覚醒ですからね。はい、ありがたく頂戴いたします。よっしゃ、なんとか。じゃああとはシリハピーをスルーしてミスリル50個貯めて、何だったっけ、カウントダウンラッキー装備召喚の覚醒と戦技を引きたい。でミスリルゼロゼロなのか、まあゼロってことはないと思うけどね、ほぼほぼミスリルない状態でもうフェス入りたいと思います。それでもまあ僕の見立てでは22連は回せるんじゃないかなと踏んでるんですけど、はい、フェスね、どこかで、まあ後半の方だと思うんですけど、まあ、たまり次第ね、お祭りに参加しようかなと思います。はい。じゃあ、とりあえず、シリハピは、しばらく放置しておきます。いつまでだったっけ？シリハピは、あ、ちょっともうなくなっちゃったか。回しちゃったもんな。オッケーオッケー。わかりました。で、チケットもまだちょっと使わないでおきたいと思います。まあ、ここぞっていうところにね、引いておきたいし、まあ、もしかしたらだけど、フェス終わったら、シリーズラッキー、属性ラッキーが、もしかして更新されるかな、どうかなっていう。まあ、今されなくても、例えば、年越して、年末のフェス終わったら、また、ね、更新されるんじゃないかなと踏んでます。はい。そうなったら、シンクロが入ってくるか、どうかっていうところなので、シンクロ入ってくるまでできれば残しておきたい。まあ更新されてシンクロ入ってないってなれば、まあパッとね使いたいと思います。はい、とりあえず今はまだチケットは保留。よし、 OK。 じゃあ今回はこれで終了です。ご視聴ありがとうございました。